それでは、レック東京リーガルマインド2020全国スーパー公開模擬試験午後の部を開始します注意事項をお伝えします 1. 別に配布した答案用紙の該当欄に試験問題裏表紙の記入例に従って受験地、受験番号及び氏名を必ず記入してください他市卓一式答案用紙に受験地及び受験番号をマークするにあたっては 数字の位を間違えないようにしてください。二。試験時間は三時間です。三。試験問題は。多種卓一式問題。第一問から。第三十五問までと。記述式問題。三十六問及び三十七問からなり。配点は。多種卓一式が百五点満点。記述式が七十点満点です。四。多種卓一式問題の回答は。 多種択一式答案用紙の回答欄の正解と思われるものの番号の枠内をマーク記入例に従い濃く塗りつぶす方法でマークしてください回答欄へのマークは各文につき1箇所だけにしてください2つ以上の箇所にマークがされている欄の回答は無効とします回答を訂正する場合にはプラスチック消しゴムで完全に消してからマークし直してください 答案用紙への記入にあたっては、鉛筆、B または HB を使用してください。該当欄の枠内をマークしてない回答及び、鉛筆を使用してない回答は無効とします。5. 記述式問題の回答は、所定の答案用紙に記入してください。答案用紙への記入にあたっては、黒インクの万年筆またはボールペン、ただしインクが消せるものを除きます。 を使用してください所定の答案用紙以外の用紙に記入した回答および上記万年筆またはボールペン以外の筆記具鉛筆等によって記入した回答はその部分につき無効とします答案用紙の受験地受験番号および氏名欄以外の箇所に特定の氏名等を記入したものは無効としますまた。 答案用紙の筆記可能性これは答案用紙の外枠の二重線のことですが、これを超えて筆記した場合は、当該筆記可能性を超えた部分については採点されません。6. 答案用紙に受験地、受験番号及び氏名を記入しなかった場合は採点されません。試験時間終了後、これらを記入することは認められません。 7. 答案用紙は汚したり折り曲げたりしないでください書き損じても補充しません 8. 試験問題のホチキスを外したり試験問題のページを切り取る等の行為は認められません 9. 試験時間中不正行為があったときはその答案は無効なものとして扱われます 10. 試験問題に関する質問には一切お答えいたしません 11. 試験問題は試験時間終了後、持ち帰ることができますそれでは試験開始までお待ちください それでは時間になりました。試験を開始してください。 試験終了10分前です。 試験終了です。回答をやめてください。